必殺のピカチュウと投げて殴る。お、カプの村や、カプの村。雨降り出してないけど、なんか。え、ついさっきまで降ってなかったよね。不吉な予感。カプの村。バウバウ。なんかなんもないんやけど。カプの村。太陽と月に近いラナキラマウンテンを守ろうと、カプが姿を見せていた場所。今は名前を残すのみ。え、なに？サビレ、おぉ、びっくりした。めっちゃ手振りようやけど。ふぅ、あゆな。キャプテンのいるエーテルハウスはもうすぐだって。そうなんや。あ、工事の人。博士が言ってたやつだ。ラナキラマウンテンのてっぺんにポケモンリーグができるんだよね。遠い地方にあるポケモンリーグには、四天王と呼ばれるめっちゃ強いトレーナーが4人いるんだって。知ってるよ。四天王と島キングってどっちが強いのかな。それはわからんけど、名前的に四天王なんかワクワクするよね。島キング、島クイーンってなんかね、エーテルハウス、エーテル財団の施設だと。まあ、そうやと思う。あらあら、すっごいリーグを作るからよ。すっごいトレーナーになるんだぜ。頑張る。あらあら、ライドポケモン手伝ってもらい、建築材料を運んでるよ。マジで？どこにおるん？全然見えんけど。え、じゃあポケモンに働かして自分ら喋ってるわけだね。アローラのポケモンリーグはただいま建設中です。あ、じゃあまだいけんのや。じゃあとりあえずこっちで回復だけしてこっか。この辺には、ジガルデとかいうやつは、ないね。こういうとこ落ちてそうやん、結構。はい、じゃあ回復をお願いします。それではお預かりいたします。お預けいたします。さあみんなちゃんと元気になってね。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。はいはい、ありがとうございます。なんか一匹だけおるんやけど、ここ。あれは何？野生？スイートルとかメガドレインって技、HP を奪うポケモンによって味わいも違うのかしら。あれって味わいよんかな。よ、ゴースト連れてる？連れていたらこちらのゴロンと交換しようぜ。試したい噂もあるでな。おー、マジで？進化するんじゃない？このボックスからも交換ができるっていうのがすごいいいよね。ほい、ゴースト交換する。進化するよ、進化。わしのゴロはアロアラ生まれの岩絶対持ち。よければ君のゴーストとポケモン交換をしようではないか。マジで？ジェットクリスタルもちゃんと持っとん。いいやん、いいやん。ゴーストをヘパへ送ります。バイバイ、ゴースト。ヘパって言うんや、あの人。あ、でもこれでさ、もう私の図鑑にゲンガーは入らないんだな。え？衝撃的なブサイクなんですけど。やっぱり、石つぶてがブサイクならゴローもブサイクなんだ。ヘパから塩っかが送られてきた。塩っかを可愛がってあげてね。可愛がれねえ。ゴローのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。いやでもなんか、ゴローには可愛いはず。きっとね。登録完了。私この3段階の中ではさ、普段からゴローには可愛いと思ったんやけど。レッツレッツ、どんなポケモンか調べろと。ゴローン、岩石ポケモン、アローラの姿。餌の石を求めて喧嘩。ゴローン同士がぶつかるたびに爆音と光がほとばしる。石食べるんや。へぇー。お、来たよ。おや、しよっかの様子が。来たよ、来たよ。さあ、どうなる？きっと今頃ね、向こうのヘパのところではゲンガーに進化しよるはずやけん。さあ、可愛さに磨きをかけてくれ。どうだ？おめでとう、シオッカはゴローニャに進化した。何にもおめでたくないんだけど。何これ、おひげがたくましすぎるんですけど。ゴローニャはもっと可愛いんだよ。ゴローニャのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。うわぁ、もう。はい、ビンゴ。登録完了。全然可愛くねえや。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。ゴローニャ、メガトンポケモン、アローラの姿。岩石は連射ができないので、そのあたりの石つぶてを捕まえ、背中に込め発射することも。石つぶてを、やめてあげて。
なんか目が回りそうやね。で、そっちもゲンガーになった？わ、君にあげたゴローンが進化して別のポケモンに。噂は本当だったんだな。そっちは？え、ゴーストからゲンガーもさ、通信でやったよね。多分。ポケリゾートに行ってる？ポケモン預けていたらポケモンもたくさんもらえるよ。全然預けてないや。アクロマティ科学者のウェアラブルコンピュータ。ウェアラブルコンピュータ、言いにくい。水で冷やしているので快適だと自慢されました。どういうこと？アローラって博士を名乗る人が多いのよね。穏やかな気候と何か関係あるのかしら。え、関係あるの？穏やかな気候だったら博士多いの？どういう傾向かよくわからん。なんか鳴き声聞こえんかった今。スーパーが潰れたのってカップブルルの怒りとされるけど、人が悪いよ人が。守り神の大事な場所に勝手にスーパーを作ったら。なるほど。カップブルルっていうん、ここのは。跡地、どうした？ああ、ゴーストタイプのポケモンに悪さをされて帰れなくなるよ。え？何それ恐ろしい。てかまたこの辺ゴーストタイプが出るんか。ん？待って、看板が見えない。お得な掲示板。ポケリゾートにあるのびのびリゾートでは、野生のポケモンが現れて居つくことがあります。え？野生のポケモンがそのまんま？捕まえんでもってこと？お、14番道路。黒い砂のビーチ。あ、ここビーチなん。あ、ほんとや。めっちゃ波が押し寄せてきよる。うお、びっくりした。見つかった。君は睡蓮の作った釣り竿を持っているな。持っとる。今更って感じやけど。プレイマシーン、これ。釣り人の一つが勝負を仕掛けてきた。よし、戦ってやろう。上から。お、ヒンバス、なんか懐かしい。ヒンバスってこんな色やったっけ？なんかもうちょっと色くすんでなかった？気のせいかな。その辺ちょっとよくわからんけど。はい、それじゃあ、あ、なんか雨降りよるけんさ、水タイプの技が強くなっとんかな。とりあえずピカチュウで行くよ。カビゴン戻れ。行け、ピカチュウ。いいね、いいね、元気やね。お、相手のヒンバスはジタバタした。よし、ピカチュウの静電気。こんな雨が降りよる中、静電気ってつら。おいし、それじゃあ、Z パワー。いくよ。必殺のピカチュウとお見舞いしてやれ。ああ、いいね、もう。何回見ても可愛いわ。ピカチュウは Z パワーを体にまとった。ピカチュウが解き放す全力の Z 技。いっけー。必殺のピカチュウと。投げて、殴る。いいね、いいね。効果は抜群だ。イエーイ。次は？ 2 匹持っとったよね、確か。ギャラドス。マジか、行きます、このまんま。おしこい。ギャラドスの威嚇。ギャラドスはなんか思ったよりちっちゃいよね。もうちょっとでかいイメージやけど。おし、ここは、ボルテッカー。どうよ。よし、一発。効果抜群やろ。うわぁ、自分にもダメージがだいぶ。反動すげえよ。スイレンの作った釣り竿、それさえあればわしも勝てるよ。関係ないやろ、ポケモンと。スイレンの釣り竿やったら釣れるポケモンが全然違うってことかな。スイレンが作った釣り竿には彼女の魂がこもっている。いや、釣り竿こそがスイレンそのものではなかろうか。どういうこと？違うやろ。あ、なんか坂道ある。珍しいポケモンが欲しい。執念で僕はどこにでも行く。すげえな、執念。珍しいポケモン、私も欲しいよ。ポケモンコレクターのキヨシが勝負を仕掛けてきた。あれって何ボールやったっけ？トゲデマル。あ、かわいい。トゲデマルかわいいんですけど。何タイプ？電気かな？なんかちょっと黄色っぽい色あるよね。なんか何かしらの戦略とか考えてそうよね。見た目的にやけど。おし、行くよ。おー、向こうからか。ほら、やっぱり電気タイプや。え？
浮かび上がった、すげえ。おし、急カビゴン起きて。カビゴンは Z パワーを体にまとった。全力の Z 技キラーンからの本気を出す攻撃いいねいいね、本気やね。あーもうかわいそう、めっちゃめっちゃ純粋な目でこっちを見ていた。そして一発、効果は今一つ。トゲデマルの鉄のトゲ、なにそれ。カビゴンは傷ついた。へー、なにハリネズミってこと。見た目的にはトゲ何にもなかったけど。次はガバイトを繰り出そうとしている。ガバイトってなんだ、聞いたことない。あ、これか、ガバイトって見たことあるわ。ポケモン不思議のダンジョンに出とったよね出とった出とった。何、どういう感じで出てきたんかは忘れたけど、敵やったっけあーギガインパクトが当たらなかった。ちょ、ポケモン変えていこっかな。何タイプやろ相手。アシレーンとかで行った方がいいかな。よし戻れ、行けアシレーヌ。とりあえず相手が何タイプか分からんけど、雨が降りよるけんアシレーヌのパワーがアップしていることは間違いないってことで、おいし、アクアジェット。さあどうよ。あー一発ではなかった。歌方のアリアとかの方が良かったかな覚えたばっかりのムーンフォースをちょっと使っていこうか。どうよ、ちょっと見てみたかっただけやけど。あ、効果抜群やった。フェアリーが効く、なるほど。なんか綺麗な技やったね誰が何タイプか全然やけど。ビクトリーへのこだわりは驚くほど薄かったりします。ダメじゃねえかそここだわれよ、そこ一番こだわれよ。コレクター機質が話題して裏々の島塚を埋めるまで他の島に行けないんです。マジか。スーパーメガエース跡地、島巡り試練の場。え、スーパーの跡地が？お、なんか闇カラスがいっぱいおる。なにこれ、野生？いやあ、なんか挨拶されたみたいな。ふふふ、笑いよるっぽい。かあ、これが一番まとも。こんな雨の中何しようやろうね。お、あんなとこに道具が落ちてるけど、どうやって行けばいいかがわからない。こっちは？そういや、波乗りを覚えるピカチュウを見たことがあったな。あいつみたいに俺もサーフィンをしたいものだぜ。懐かしい波乗りピカチュウおったね。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。なんか空飛ぶやつもおったやろ。大量の風船を背中に背負って空飛ぶピカチュウ。ああいうのいいよね。うわ、超懐かしいわ特別仕様のやつ。こちらの跡地は試練の場所。キャプテンに許可なくして入ることはなりませんぞ。あ、入れない。普通に追い返された。え、まずはあれか、キャプテンに会わんといかんのかな。え、試練の場所ってことはまずはどこに行けばいいんだ。こっちさっき行ったもんね。あれがスーパーの跡地。スーパーの跡地で試練をするっていうのもなんか間抜けな感じがするけど非常に。てか、ここの道具はどっから取れるんやろ。この辺から、あ、上がれる上がれる。あんなとこから上がれるんや。全然上がれそうにないのに。アイナは満タンの薬を見つけた。あー、よかったよかった、これで取れた。あとはもうこっちとかは。ここはいけんのか。ここが、あっこいけんのにこっちがいけるっていうのはどういう基準なんやろ。私にはよくわからない。この辺も上がれんね、別に。ん？こっち側か？こっち側、あ、人が。鬼しずくもの泡の中に宝物を入れておけば、金庫より安心じゃないかな。マジで？そんなに頑丈な？なんか全然頑丈そうじゃないけど、名前的に。間違えた、間違えた。なんか鳴き声みたいなのが聞こえたんやけど、野生のポケモンが近くにおるってことかな。15番水道。水道になったよ。うちはみんなの島巡りを応援する試練サポーター。
まあ、応援言うてもうちは実力を試す係でな。まずは15番水道のトレーナーをみんな倒してきてや。15番水道、サメ肌と戯れる。マジです。サメ肌とか出てくるん。てか私12番道路のやつもさ、報告してないんやけど。12番道路はどっち？ここ？あれ？どこだ？エーテルハウス、メガヤス跡地。あれ？どこだ？なくね？ラナキラマウンテン、ポケモンセンター。あれ？わからねえ。え、映ってなくない？でも方向的に、こっちのはず。ちょっと一旦戻って行ってみて、報告をね。13番道路。13番道路やったんかな、あれ。こっちの方。いや、この人話しかけたね。この人ではないね。あれ？どこ？この子も話しかけたし。バンバドローに乗った人も全然関係ないもんね。この人も関係ないよね。あれ？違うんか。ここの道路じゃないってことかな。なんか、すべて倒してくるがいいみたいなこと言った人おってやん。12番道路の入り口か。ここの入り口かな。バンバドロダッシュを。じゃないと通れんねよね。足の裏が痛いんやろうか。っていうかね、これ、石の上を歩いていく分にはいいんやけど、普通の道を歩く分には、超遅いんよね。あ、この人？いや、違う。バッドカップルやん。全然違うし。一人やったよね。一人の男の人。ここ入り口かな。この辺、あれ違うな。この人じゃなかったよね。あれいないけど。あれでもここ、え？この辺、この人？ 12 番道路キングとは私のことです。戦いたくば、あー、倒してないんや、私まだ。マジか。まだ倒してないんや、12番道路の。え？どれを倒してないんだ？え、もう全員倒したと思ったんやけどな。気のせいかな。ちょっとバッドカップルさんたち邪魔よ。こっちは別に通り抜けられるだけやってやんか。あれ？どこを漏らしてるのかがわからない。あ、人いないな。今回は別に水のとこを渡っていくわけでもなさそうやしね。全然違うね。いらっしゃらないよ、何も。こっちから来たんやっけ。ホテリ山。どこホテリ山。全然違うとこ来た。なんか押したし。ほら、来たことないとこ来たよ、なんか。ポケモンでビジネスしたいね。あ、違うわ。こっちから来たわ。こっちから来たんや。ホテリ山っていうとこやったんか。ここだって地熱発電所やろ。あらわらの地面にこもる熱を電気に変える。大地の恵み。たらなるにすごい。ふんふん。その野望も聞いたよね。お、拾ってなかった。アイナはタイマーボールを見つけた。イエーイ。そうそう、ここが開いたらいいのに。お、ポケファインダーのマークがあった。ズーム機能が追加になったろ。あ、そうそう、そんなんあったね。十字ボタンの上下でズーム値を変更してみろと。そう、機能が変わってから全然私いじってなかったけど。ズームできるってすごい大事よ。お、なんか鳴き声が。あ、いた。え、今の鳴き声レアコイル？ナイス。いいね。ナイス。取りまくるよ、取りまくるよ。なんかレアコイルの場合さ、表情も何も変わらん上に全然動かんねえけど。つまらねえ。オーケー。あと一回。ちょっと距離だけ変えてみる。
フィルムがなくなったから写真の選択へ進むろと。一番最初のアップが一番いいんじゃね。あ、でもこんなもんか。んー、じゃあ、んー、こっちかな。これ?微妙だな。これでいっか。見せる写真はこれでいいです。いい音。どう?みんなの反応。アップ完了だろ。みんなからコメントが来たろ。もうちょっと言ってみて。すげえ熱気。こんにちは。ええ感じの空やんけ。60点。これママもいいねって言ってた。ママもいいねって言ってた。ありがとう。家族で見てくれて。これだけの人がこの写真を気に入ったろと。おー、更新したよ。ほら、1728。いい写真だったろ。最高記録更新したろ。すごすぎだろと。ありがとう。嬉しい。1万人が気に入るとバージョン3にアップできるらしいろと。1万人目指せ。これからもいっぱい写真撮ろうと。バージョン3になったら何ができるようになるんやろうね。これって2回続けても同じポケモン?とりあえずもう1回だけ。あ、違う!ねえ、エレキッドが走り回りより超可愛いんですけど。今のポーズをくれ、こっちに。あっぱれ。あー!いやー、タイミング。ブラボー。さっきの瞬間欲しかったよ。なんかポーズ決めてくれるし。サービスショット。サービス精神めっちゃ旺盛よね。冴えてる、ありがとう。あーもう、それをこっち向いてやってくれ。いいね。こっち向いて。こっち向いて走ってきてみ、ちょっと。映してあげるけん。フィルムがなくなった。もういいよ、あれで。あー、微妙だな。私、へったくそ。ノロマなんだな。これ、どっちだ?こっちかな?こっちかな?見せる写真はこれでいいろと。絶対さっきのレアコイルよりはいい評価やと思うんやけど。お、みんなからコメントが。どうどう?やっぱこいつ活かすよな。溶岩系の地質のようですな。グーテンモーゲン。ドイツ語?ええ感じの空やんけ。60点。本当に君が撮った?すげえ。え、空とか見えてないんですけど、どこにも。ね、どこだ?これだけの人がこの写真を気に入ったろと、え、やばくない?3450。やばくない?なんか一気に増えたんやけど。すごい写真だったろ。最高記録更新したろ。すごすぎたろと。やっぱりポケモンって大事。被写体って大事。ゴールが見えてきたろ。やったよ、あとちょっとよ。あと、まあいいポケモンやとしたら、次の撮影ぐらいで1万人達成するんじゃないかなーと。んで、そうよ、12番道路のトレーナーも見つからんし、とりあえずそこは保留っていうことにしておこうかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。